さんこんにちは、今日のハーチャンネルはですね、じゃじゃん、あら足が見えてますね。なんと足つぼマッサージにやってきました。足つぼはねめちゃくちゃね好きなんですよ。今日はこちらのドクターフットさん大変興味がありましてですね、やってきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日担当してくださる、お名前でしょうか。鈴木です。鈴木さんです、はい、もうねたくさんテレビに出られていまして、大変有名な鈴木先生に今日は私の足をゴリゴリ、どこが悪いのかなんてね、足つぼ位置で分かったりもするんでしょうから、ちょっと早速やっていきたいと思います。鈴木先生、はい、あの足裏ってこういろいろ場所によってどこがこなんか疲れてるとか悪いとか分かるんですよね。そうですね。そして右と左で違ったりするんですよね。そうです。なるほど、はい、じゃあまず左足から、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ始めていきます、はい、よろしくお願いします。はい、私結構慣れてるんでね、はい、大丈夫です。気持ちいい。どうなんですか、こう強さは強ければ強い方いいとかあるんですか。そんなことはないです、まあ、心地いいぐらいである程度強く受けてれば、なるほど、ある程度の音の感じをすれば、特別その強くなければいかないっていうことはないです。でも足柔らかいですよね。あ、本当ですか、はい、痛い。ちょっとこう腸の辺がちょっと硬いですね。そう、うん、大体いつもそう腸とか肝臓とか胃とかね、うん、痛いですね。痛い今の何でしょう。ここそこそこ、ここ心臓ですね。あ、心臓が痛いな。痛い。強さどうですか。強い方ですか、それは。まあ普通よりまあ若干強くはあると思います。痛い。そこは痛い。何、いいですね。いいだね。大丈夫ですか。大丈夫です。痛いな。親指のその頭、やっぱ足が冷えてると結構痛いと思います。冷えてますね、私は。とっても冷たいですよね。大丈夫ですか。はい、痛い。ここは目です。痛い。ちょっと硬いですね。あ、気持ちいいですね、そこは。ここは腰ですね。腰。背中。いいですね。ただのマッサージ満喫動画ですけど大丈夫かな。芸人さんとかがいいでーっていうのってこんなもんじゃないですか。力違います。そんなもんじゃない。痛いですね、そこは。痛、そこは痛、そこは痛いね。はい、おー、肩末端冷え症でびっくりする。もうカチンコチンに。でも今左側だけボカボカしてきました、やっぱ。あ、この膝の裏ってなんかリンパとかがあるんですよね。ゴリゴリ言ってますね今。ですね、すごい先生のこの力の強圧な感じがやっぱ素晴らしいですね。痛いです。痛い。そこが痛いです。上のそこが痛いです。はい、そこです。腎臓痛い。水分飲んでる方なんですけど、
痛い。首ですね。首。痛いです。めっちゃあったかくなった、ね、左足が終了しました。いや本当にマジで熱々なんですけど、左足すごくないですか。右足になりました、全然違います、冷たさが。じゃあ始めますね。お願いします、はい、ありがたい、助かります。あれですね、足裏いつも終わった後、めちゃくちゃお手洗い行きたくなるんですよ。そうですね。それあれ何なんですかね。やっぱりあの循環血行良くなるので、循環が流れるので、ね、それすごい。痛いです。痛い肝臓。痛い首。ここは足専門店なんですか。そうなんですよ。おお、すごい、はあ、まあ、今はちょっと手のリフレクスロジもやってるんですけど、もともとはもう足だけ。足つぼ専門ってそんなにないんじゃないですか。少ないと思います。ね、たまに爪とか痛くなってくるしますね。あ、痛くなります。ちょっと爪短くしすぎあ、シンプルに爪が短すぎるっていう、はい。私ね、手もそうなんですけど見てください、深爪しちゃうんですよ。深爪じゃなきゃ気持ち悪くて、ちょっとでもこの白いところが出てくると、足もそうで、でもそれでたまにそれで痛くなるのかな、うわ痛い、腰ですね、痛い、ちぎれるんじゃないかと思う、痛、うわこれは痛い。ここは今落ちたのはいいですね、胃が弱いからね、痛い。じゃあ肝臓いきます。肝臓先生、1秒で大丈夫です。1秒、うん、痛い、もう、はい、足ちぎれたかと思った足切らない。本当に我慢強い方なんですよ。本当ですか。本当に痛い、すごいな、痛い、背伸びとかしない、した方がいいですか。なんそれは、痛いけどポカポカしてきた、やっぱり痛い。先生痛い、そこ何先生痛い、そうですね、ここ腸だ、はい、腸なんだやっぱり、痛い。
痛い。ありがとうございます。めっちゃ気持ちよかった。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱ先生腸とかが弱かったですね。私ですね、腸と、あと肩甲骨、肩も痛かったです。いやでもだいぶポカポカして見違えりました。そしてあの爪はね、皆さん切りすぎ注意ですよ。本当に爪を伸ばしましょう。親指を、親指だけでも、はい、めっちゃすっきりしました。バイバイ。